皆さんこんにちは。 3.5 インチ内蔵ハードディスクで撮影素材のバックアップを撮っていたら、古谷くん絶対モテないでしょうと言われてしまった古谷です。ということで今回はコスパ最強単焦点シネマレンズのマイキーを紹介したいと思います。というのも映画撮影用にとうとうブラックマジックポケットシネマカメラ 4K を購入したのですが、それにつけるためのシネマレンズが欲しいなぁと思っていました。僕は普段 M 随行 Pro 12100mm というズームレンズを使用しているのですが、 F 値が 4.0 なのでボケに限界があります。フルサイズ換算で24200ということでかなりの広範囲をカバーできて、解像感も抜群、メイキングやドキュメンタリー撮影では重宝するのですが、絵を作り込みたいなという時にはさらに被写界深度の浅い単焦点レンズが欲しいですよね。最初はベイドラというシネマレンズが欲しくてたまらなかったのですが、このレンズは1つ10万以上するので5つくらい集めるとそれだけで60万円もします。なので値段を抑えてロキノンの単焦点にしようと思ったのですが、買おうとした瞬間中間グレードでいいものを見つけてしまいました。これどう読むんですかね。海外のレビューでは皆さんマイキーと呼んでるので、とりあえずマイキーという名前にします。値段は Amazon で税込み4万から4万5000円くらいですかね。同じものでも発送する会社によって値段が若干違いますね。僕はいつも一番安いやつを買います。マイクロフォーサーズなので焦点距離はフルサイズ換算で2倍になります。なので僕が持っているのはフルサイズに換算すると 24mm、50mm、70mm となります。では実際に撮ってみましょう。やはり単焦点レンズ、背景が尋常じゃなくボケます。またこのレンズは F 値ではなく T 値です。 F 値と T 値の違いは少し小難しい計算になるのですが、基本的に同じ数値であれば T 値の方が明るいです。興味がある人は調べてみてください。 12mm、25mm、35mm。 僕がこのレンズを探していた時に販売されていたのはこの3種類と 16mm でした。 16mm は 12mm で撮影したものを若干クロップすればいいかなと思っていたので買っていません。そしてこの動画を作ろうと Amazon をサーフィンしていると 50mm を発見しました。望遠になればさらに背景がボケます。本当は 35mm より 50mm が欲しかった。とりあえず欲しいものリストに追加しておきました。ちなみに箱の中身はこんな感じです。レンズポーチはついています。あとレンズクロスですね。あと説明書。レンズ自体ずっしりしていて、さすがシネマレンズという感じです。もう触っているだけでテンションが上がりますね。絞りはしっかりずっしりしている感じです。フォーカスは 12mm と 35mm だけ軽く滑らかですが、これは個体差かもしれません。フォローフォーカス用のギアもついています。皆さんも単焦点が欲しいという時には候補の一つに入れてみてはいかがでしょうか。ということで今回は超コスパ最強なシネマ単焦点レンズのご紹介でした。次はいろいろ撮影した映像もまとめてみましょうかね。これからも映画を撮るための情報を発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。